地球の新しい指導者、ピースクラフト代表が宇宙難民の受け入れを発表してから1週間、宇宙をさまよう難民たちを乗せた輸送船が今まさに大気圏へ突入しようとしています。長い戦争の末に地球と宇宙が再び手を結び、新しい時代が始まろうとしている。何者かがシャトルを襲撃しています。これはUCE 所属の戦艦のようです。難民を乗せたシャトルが攻撃されています。 UCE 軍がまた難民船を攻撃しました。何？爆発が。私がラーカイラムに配属されたのは6ヶ月前、 UCE 第4基地でのことだ。その頃はまだロンドベルンが UCE の特務部隊として編成されたばかりだった。最初の命令は UCE の機密物資をジャブローまで輸送する任務だった。その時はまだいろいろなことを今ほど深刻には考えていなかったのだと思う。だが任務を翌日に控えたあの日、突然聞こえた爆音が全てを変えてしまった。あの日からいろいろなことを経験してきたが、今考えると我々が最後にしたことはあの時にはもう避けられなかったのかもしれない。本日より作戦参謀を務めるルクレツィアノイン一級特異だ。今後ともよろしく頼む。早速だが、これより実戦演習を行ってもらう。使用する機体は UCE が開発した最新機種、量産型ゲシュペンストマーク2だ。安定性が高く使いやすい機体だ。とりあえずはこれで腕前を見せてもらいたい。目標は演習機。各機所定の位置で戦闘開始。
まずは三角ボタンで敵をロックオンするんだ。ドックした敵には四角ボタンで攻撃できる。攻撃は距離に応じて自動で切り替わる。基本だから必ず覚えておけ。ロックした敵に接近すれば近接攻撃が可能だ。マーカーの形状が変わった時が目印だ。上昇、 R2 ボタンで加工ができる。常に相手と高度を合わせるよう心がけろ。